ではアベンジャーズスクール昼の部ですね。スポーツ部担当の中澤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、こちらですね、ご自身のパーソナルベスト、自分のパーソナルベストを目指していきましょうっていうのをテーマに、まあ、主にやっぱ運動不足だったりとか、まあ、ダイエットですね、ボディメイクっていうところを、まあ、トレーニングしながら、目指していきましょうというのをやっております。で、まあ、皆さんその家にいることが多くなると何かとお腹が空くと思うんですよね。本当に意外と、はい、本当に全然あれってメカニズムがありまして、結局ホルモンの問題なんですよ。うん。そういった満腹中枢とかを調整するその物質みたいなのが出てくるんですけど、何もしてないとそれがこう反応しやすい状態になっちゃうんですよね。うん。で、食事ってもうある意味なんていうんですかね、すぐ今って家の中もしくは外出てコンビニ行けばすぐ物が食べれるような世の中じゃないですか。うんうん。だからエネルギーをこう入れたいっていう勘違いをしちゃうんですよ。うん。で、そこでじゃあどうするかっていうと、まあこういったトレーニングになるんですけど、まあ、なんか経験上走ったりとか結構辛い運動をするとその後食欲なくなるみたいな、なんとなく経験あったりしますかね。うん。あ、ありがとうございます。はい。あれも今言ったようなホルモンの影響で、食事、運動すると、よかったよかった。なんか、やり直したらいけた。ああ、よかった、ありがとう。食事するとですね、なんじゃねえ、運動すると、逆のホルモンが、抑制のホルモンが出るんですよ。なので、運動してあげて、なんか小腹空いたなって時に、体を動かした方が食欲が減るんですよね。はい、だ本能のまま食べ物に手を伸ばしたくなっちゃうんですけど、運動してあげるとその後あお腹空かないみたいな感じになりやすいので、じゃあどういう運動をした方がいいのかみたいなところになるじゃないですか。だからわざわざジョギングしに行くとかっていうのは結構きついので、言われてるのは1分間最大酸素量の 90% だ、もう結構息上がる感じですよね、のトレーニングをやって1分間ですね。で、1分休む。っていうのを5セット、なんで10分ですね。やると、その、まあ、レプチンっていう分泌の、そのホルモンなんですけど、それが満腹中枢に行って、もう食欲を出さない。もう、交感神経がって言って、こう、まあ、興奮する神経が優位になると、もう食べてる状態というか、体にが物を欲する状態じゃなくなるので、そういうふうな作用があって、体って食欲が落ちるんですよね。まあ、なので、ここでやってる最後の3分とか、ああいうトレーニングでも、ちょっと小腹空いた時に少しやってあげると、意外と、あ、もういいかな、みたいな感じになる可能性があるので、これは多少個人差あるので、まあ、ちょっと試しにそうやって、お腹空いた時に運動してみるっていうのも一つダイエット方法の一つの手段としてですね、取り入れていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、今日はこんな感じのプチ情報でトレーニングに移ってきます。では皆さんでやっていきましょう。まずはウォーミングアップからいきます。で、右足を前に出していただいて、はいはい、押しましょう。で、手を上に上げていって後ろにぐーっと倒していきます。意識は背中に、3、4、5、はい、OK。ではそのまま後ろに手を持ってきます。1、
肩を開くようにぐっと回します。2息を吐いて3 4、はい、ラスト。 OK です。では反対いきましょう。左側に、はい、では前ならえまたして上に上げていきます。そこからぐーっと後ろに倒す。1 2 3 4、なるほど。はい、OK。では、開いていきます。1。息を吐きながら、2 3。背中を意識して、背骨を回します。OK。でもう一度右足に切り替えましょう。で両手を後ろについて、もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばします。そこから左手をついて右手を開く。1後ろ前2、いいですね。後ろ前3、後ろ前4、ラスト5。 OK。 では反対いきましょう。左足に変えて、もう一度後ろに倒す。 OK。 で前に行って左手伸ばす。 1 OK。2、あ、お父さんいいですね。3、4、OK。ちょっと皆さん、あの、結構いいんですけど、肩の位置が開くときに、前に行って体を持ってって、この手を上げるときにですね、ここが、前に残ったままこういうふうに無理やり上げると可動域が広がるんで肩が痛くなるので、このまま肩を後ろに引くような状態ですね。このまま上げてあげる。あ、福川さん、そうです、そうです。この状態が回すときにここでこういうふうに上げるんじゃなくて、肩を持っていくような形で上げてあげると胸が開きます。あ、そうそうそう、移動、そうそうそう、オッケーオッケー。そうすると肩こりとか猫背が良くなりますので、そう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 、オッケー。ちょっとその辺意識しながらやっていきましょう。オッケーです。では次はですね、背中ストレッチでいきましょう。うつ伏せになっていただいて、肘をつきます。このまま、左手から対角線上に伸ばす。ぐーっと手を伸ばす感じですね。そうです。で、指先を見ていきます。はい、戻して。お腹から背中伸ばします。2。伸ばして伸ばして。3。4。そう、指先見て。5。OK、ナイス。6。7。はい。8、9、ラスト。OK。ではそのまま、両手を前についたまま、お尻を引いて、背中を伸ばします。ぐーっとお尻に入れ背中伸ばす。で、なるべく指先を見て、目線は下にしない。そう。はい、で、横に動きます。1、1、1。で、ぐーっとお尻引いて、左の背中を伸ばします。目線を下げると首が下を向くので、あの首が痛くなってしまうので、しっかり目線は前、指先、
そして左に移動して、右の背中伸ばします。常に目線は、指先ですね。そうすると猫背だったり肩こりとかも取れてくるので、そこをちょっと意識しましょう。OK、戻します。では今度腕立て姿勢の姿勢になっていただいて、このまま足を前に出す。股関節を伸ばします。この時もつま先からつかない。足の外側からしっかりついて、そう、OK、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、OK、素晴らしい。ではラスト、少し全身動かしていきましょう。両手をついて、前に進んでいきます。1、1、1、で、手で戻ります。1、1、1、で、もう一度、よいしょ、で、足を持って、行って、1、1、OK! はい、ナイスです。では、水を入れつつ、準備しましょう。今日は体幹周りと最後にちょっと足周りですね。やっていきましょう。では、スタートは、四つ這いから、いきます。で、ちょっと膝後ろに下げて、お腹が下がらないように気をつけましょう。お尻の方をしっかり引いて、で、おへそを背骨の方にぐっと寄せるようなイメージ。そう、黒子さん OK。で、その状態で右手アップ。OK。で、こちらキープします。お腹ずっとおへそを背骨の方に寄せながら息を吐いて、ふーっと吐いて固めます。3、2、1、はい、ダウン。では反対行きましょう。左手伸ばす。手がきつい方は手ちょっと自分の近くにもう一回下げてもいいですよ。支えてる方の手にぐっと力入れすぎないように。そう。いいですね。呼吸止めないように。3、2、1、OK! ナイスです。では、この状態から腕立て伏せの姿勢になって、で、手を少し自分の近くに寄せましょう。こんな感じですね。はい。足開きます。で、このままキープ。そう。腕でしっかり地面を押して、キープします。おへそを下げないように背骨に寄せて、ふーっと呼吸しましょう。3、2、1、はい、OK。いいですね。では次はですね、今の姿勢になります。で、足は肩幅ぐらいに開いていただいて OK です。このまま、右足をアップ。上に上げるというよりも、体と一直線ぐらいでいいですよ。で、頭下げないように、そう、目線上げて、そう、スタート。左の足と両手でしっかりグッと伸ばして、腕も使います。体丸くならないように、一直線に。肩に力入れない、下を向かないようにしましょう。3、2、1。OK! ブレイク。注意点としては、こちら上げた状態、片足上げると体がこう丸くなりやすいんですよ。こう丸くなっちゃうと背中が痛くなってしまうので、体まっすぐ意識してやっていきましょう。はい、では反対側いきますよ。まずは、両手しっかりついて、はい、そう、アップ。両手伏せの姿勢になったら左足上げて、そう、キープしましょう。OK、スタート。
吸を止めないように。いいですね。3、2、1、OK、ブレイク。ナイスです。いいですね。ちょっと頑張っていきましょう、今日は。お腹周り一緒に使っていきますよ。肘をついて、また膝を伸ばします。プランクという姿勢ですね。このまま今日は右足から横に。脇を締めるような形で、そう。そう。OK。いきますよ。レディー。はい、右足。1。はい、2。真横に持ってきて。3。4。5。6。体はまっすぐ。7。8。9。ラスト。OK。OK です。いいですね。今まではずっと固定するだけだったんですけど、動かすとちょっと負荷が変わってきます。いいですね。では次はバランス。いつも通り四つ倍ですね。で、ではちょっと自分の近くに持ってきましょう。はい。で、足浮かせる方は足浮かせて、ちょっと厳しい方は足ついても OK です。この状態で、まずは右手と左足を伸ばして、しっかりバランスを取ります。で、タッチ。と、伸ばす。1。2。タッチ。3。4。5。6。いいですね。7。8。9。OK! 素晴らしい。OK! OK! ナイス。では反対いきますよ。はい。では、左手と右足伸ばして。そう、キープして、まずしっかりキープ、バランス。はい、タッチ。はい、1。はい、バランス。2。伸ばして、3。4。5、いいですね。6、7、8、バランス。9、ラスト。はい、OK! 私はい、OK です。はい。では次はですね、上向きでいきましょう。よいしょ。腕ですね、腕回りいきますよ。両手をついて、足は結構体の近くで OK です。で、肩幅に開いて、お腹を少しだけ上げます。今回、ぐーっと上げなくて OK です。この状態で、肘を曲げる。肘曲げて、肘曲げて、アップ。1。そう。2。ここを上げるんじゃなくて、肘を伸ばす。3。そう、4、こっち上げない。5、腕だけ。そう、6、頑張って。顎上げないように。7、はい。8、三頭筋です。9、前向いて。10、はい、少し落として、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK! いいですね。はい。だいぶいいですね。これ注意点としては、下がって、こういうふうに首を上げて、首を動かしてしまったり、こういうふうにやってしまうと、反動を使っちゃうので、必ず前を向いたまま、頭は固定です。頭の位置が動かないように、はい、トレーニングしていきましょう。OK。では、足を伸ばします。次は足を伸ばしていきますよ。両手をついて、おへそを上に引っ張られるように上げていってから、
背中でグッと押します。 OK、 スタート。呼吸してグッと背中押して腕つかみます。いいですね。頑張りましょう。3、2、1、OK! ナイスです。よいしょ。では次行きましょう。次は背中一緒に作っていきますよ。うつ伏せで寝ます。うつ伏せに寝ていただいて、体は起こさない。よく背筋やると皆さんこう体を起こしちゃうんですけど、体を起こすと腰痛くなるので、体は顎が地面から浮いてれば OK です。で、逆に手を浮かせます。手を浮かせて伸ばしきらなくていいので、ちょっと肘曲げた状態からぐっと後ろに、肩よりも後ろに手を、肘を引く。ぐっと、そう、はい、アップ。2、10回いって10回目止めますよ。3、4、5、6、7、8、9、ラスト、グッと引いて1、2、3、4、5、6、7、8、9、 OK! OK! ナイスです。では次ですね。次は両手を横に開きます。手を開いてぐーっと開かなくていいです。楽にパーにして、このまま少し顎を上げたら回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、反対回し。1、2、肩甲骨を寄せます。4、5、6、7、8、9、 OK! はい、ナイスです。ではちょっと水入れましょう。では今日はちょっと足も一緒に使っていきます。はい、まずは肩幅より少しスタンス広く足を開きましょう。で、つま先は30度ぐらい外を開いても OK です。で、手は頭の後ろで、このままお尻をまず下げます。はい、一回キープ。で、万歳。1、2、3、4、はい、頭の後ろ、はい、アップ、はい、ダウン、はい、バタイ。1、2、背中、3、4、はい、頭の後ろ、はい、戻る、はい、むちょ、1、はい、バタイ。1、2、3、4、はい、頭の後ろ、はい、戻る、はい、むちょ、あと2回いきますよ。はい、バタイ。1、2、3、4、5、はい、頭の後ろ、 OK、 ラスト、ダウン、はい、バンザイ。1、2、3、4、5、はい、頭の後ろ戻って、 OK。 背中とお腹、足ですね、いいですね。では次はちょっと動きも入れていきます。手は前にして、肩幅ぐらいに足を開いたら、右足から一歩前に出して、ランジですね。こちら側に体重をかけます。で、右足で蹴って戻る。そう。OK。はい、左足。はい、蹴って戻る。はい、右足。戻る。左。そう、膝を前に出すのではなくて、お尻を落とします。3、 OK、 反対。そう、しっかり前の足に体重かけて、
よいしょ。はい、テンポよくいきましょう。よいしょ。六。よいしょ。七。九。八。よいしょ。もうちょっと頑張りましょう。よいしょ。はい。一。はい。二。はい。三。よいしょ。四。はい。もうちょっと。五。6、あと2回ずつ。7、体が後ろに抜け取らない。9、ラスト、左足。 OK OK OK、 いいですね。はい、ちょっと水入れてちょっと休憩しながら最後3分いきましょう。今日の3つですね。今日は腹筋全体的にちょっと刺激入れていきます。1つ目はこの状態でかかとにタッチ、上腹部ですね、かかとにタッチ。それが終わったら体を倒さないで足だけ下ろします。で、かかとをタッチ。今度横の腹筋使います。かかとタッチ、かかとタッチ、タッチ、タッチ。で、ラストはこのまま足をサイクル、バイクを漕ぎます。この3つでいきましょう。最後は頭を下ろしても OK です。あと最後は頭の後ろに手を組んで OK です。こういう形で常に体を起こして腹筋に刺激を入れながら3分頑張りましょう。はい、 OK ですか？ OK、 ありがとうございます。 OK、 ではいきましょう。皆さん準備大丈夫ですか？いきますよ、5秒前。1、かかとをタッチ。足は動かさないですよ。1、ふう、ふう、ふう、タッチ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 。1、1、はい、まだまだ、いけますよ。よいしょ、ふう、ふう、1、はい、足だけ下ろして。横に移動、横の腹筋使うです。よいしょ、よいしょ、ふう、ふう、ふう、タッチ、タッチ、タッチ。1、はい、こういうね、ゴー、ふう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 。あー、いいですね、いいスピード。膝上げて、膝持ってきて、お股使う、お股使う、ふう、ふう、ふう、かっこめ意識、かっこめ。はい、足上げたままタッチ。1、1、よいしょ、ふう、ふう、はい、頑張って。1、1、かかとが近いとあんまり意味ないですよ。タッチ、タッチ、よいしょ、はい、はい、はい、足だけ下ろして、ふう、ふう、どう？まだまだ？よっしゃ、行きましょう。ふう、やり続けて、よいしょ、動かして、頑張っていきましょう。よいしょ、1、はい、こいで、ゴー、よせ、ふう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 、1、1、1、ふう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 。まだまだ3、ラストセットいきますよ。はい、足はそのままタッチ。ふう、ふう、ふう、ふう。止まらない。はい、頑張って。ゴー。ゴー。ゴー。ふう。ふう。ファイト、ファイター、ファイター。はい、足だけ下ろして。ラスト2個。ふう。さあ、もうあと30秒切りました。動かして、動かし続けて、腹筋、腹筋、お腹に刺激して、ラスト、こいで、ふふ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 
10秒切りました。最後までふっ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 。 OK。 はい、お疲れ様でした。素晴らしい。最後、あの、セブンをお受けしながらクールダウンしていきましょう。ゆっくりでいいですよ。では、両手を横について、もも裏からふくらはぎ、膝裏を伸ばしましょう。ゆっくり胸を前に倒して、ぐっと伸ばす。はい、OK。では、足を開いて、よいしょ。で、左のつま先に向かって、右手を伸ばしていきます。ぐっと伸ばして、OK。反対いきましょう。はい、OK。では、前に倒して、つま先を内側に向けましょう。そうすると、内ももの、もも裏の内側が伸びます。OK。では、両足、かかとを自分の方向に近づけて、ぐーっと下に肘で押しましょう。では、ちょっと横向きになって、ももの前から腹筋周りに伸ばしていきます。下の足を少し自分で持っていただいて、上の足の足首を持って、膝を後ろに引きます。どうぞ。はい、OK。では、反対行きましょう。横向きに向けて。よいしょ。で、右足、下の足は自分でちょっと持っていただいて、足首に手をかけて、ぐーっと腿の前と、この下の下腹部伸ばしていきます。ぐーっと膝を後ろに。そう、なるべくお腹を反らないように、膝だけ持ってきましょう。膝を後ろにぐーっと引く。息を吐いて。はい、OK。はい、では今日もお疲れ様でした。不問の表情ですね。ですね、3分間の中で止まらなくなりましたね、皆さん。ずっとやり続けてたので、スピード動向というよりも、ずっとその刺激を入れ続けるっていうのが一つ大事なポイントになるので、うん、いい感じです。はい。今週は、この時間は毎日やってますので、お時間取れればぜひぜひ、参加の方、よろしくお願いします。はい。はい、では今日は以上になりますので、また明日以降もよろしくお願いします。ありがとうございました。です。はい。はい、どうも。